はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、土曜日放送、毎日本スプレッドプラス教育、始めたいと思います。よろしくお願いしはい。よます。ろよろししくおくお願願いいししまます。す。はい。ですね、声の方とかいかがでしょうか？大丈夫でしょうか？どうでしょうか？なんか今日はだいぶ暑かったですね。もう本当初夏ですね。暑い暑い。気持ちいいような風でしたね。風っていうか、爽やかな初夏ですね。夜は今過ごしやすいですが、ちょっと私は夏はあんまり好きではないというか、暑いのはあんまり好きではないので、ちょっと大変な時期ですね。いやー、逆に沖縄とか行かないといけないかもしれないんで、むしろ暑いんではないかという感じなんですけれども。沖縄の暑さってこっちのじめっとしたのと違って、そうですね。過ごしやすいですよ、きっと。さらーっとしてね。いやー、そうでもないんですよ。そうなんですか。焼き付けられるっていう。いいじゃないですか。もう夏のその炎天下っつうのがいいんですよ。焼き付けられるんでね。カリカリに真っ黒になって帰ってきてください。 実はそんな話をしてるとちょっと思い出したんですけども、去年確か毎日本が一番最初に、オフ会みたいのを大々的にやったのがありまして、その時ちょうど自分沖縄から飛行機で帰ってきた日で、毎日本の管理人さんとかとお会いしたんですけれども、多分真っ黒だったと思いますね。いや、もう黒いイメージがついてるんじゃないですか。そうかもしれないですね。色黒な人というイメージで。いいんですよ、夏は真っ黒で。どうせ冬になったら白くなっちゃうんだし。冬は冬でね、雪焼けとかもありますけれども。スキーとか行ったですね。そうですね。スキーもいいですね。怪我しちゃうけど。まあ、そんな暑くなってきてる中でですが、今日も放送始めていきたいと思いますので、皆さん、90分ほどですね、よろしくお願いします。お願いします。はい。よろしくお願いします。ではですね、早速始めさせていただきたいんですけれども、まず最初は、最近恒例にしております私の教育勅語を、私から教育勅語を読まさせていただきたいかなと思います。お願いしまはい。す。では。朕思うに、我が高祖高祖、国を始めること公園に、徳を立てること信仰なり、我が臣民、よく忠に、よく公に、億長心を一にして、よよその美をなせるは、これ我が国体の成果にして、教育の援元、また実にここに損す。汝臣民、父母に公に、敬帝に有に、夫婦愛はし、法有愛信じ、教憲己を辞し、博愛周に及ぼし、学を修め、業を習い、もって知能を啓発し、特許を成就し、進んで公益を広め、政務を開き、常に国権を重んじ、国法に従い、一旦官給あれば義有公に報じ、もって天上無窮の幸運を付与すべし。かくのごときは一人朕が忠良の臣民たるのみならず、またもって汝祖先の威風を検証するに足らん。この道は実に我が高祖高宗の遺訓にして、子孫臣民の共に遵守すべきところ、これを古今に通じて謝らず、これを忠戒に施してもとらす。朕、汝臣民と共に、謙謙服用して、皆その徳を一にせんことを懇意願う。明治23年10月30日、御命御時。広告、みこすまさん、ありがとうございました。ありがとうござあいりまがとす。うございました。ということでですね、教育勅語を読まさせていただきました。
ですね、いつもと使ってるマイクが違うので私の声がねちょっと違うんではないかなと。うん、はい、あと声変わりしたのでいつも使ってる設定と違うんで今なんか非常に喋りづらいんですよね私。あの自分の声が耳に返ってきて非常に喋りづらいんですけれども、はい、では、次のコーナーにですね移らさせていただきたいと思います。はい、勝手に、コーナーを新しく作りました。ですね、私の今週のお歌ということでね。わあ、この絵すごい素敵ですね。はい、これは神武天皇がご即位される時の様子を描いた絵だったと思います。はい、ですね、伊勢神宮の博物館の方にある絵だったかなと思いますが、はい、すごいですね。はい、秋津島のトンボの今週のお歌ということでね、一首紹介させていただきたいと思います。目標としては毎週これやりたいなと思います。では、今週の一首、ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、我が宿の垣根や春を隔つらん、夏木にけりと見ゆるの花、源の下郷と読むらしいですね。十位和歌集に載っている歌です。意味はですね、読んで字がごとしなんですけれども、字のごとしなんですけれども、我が宿の垣根や春を隔つらん、夏木にけりと見ゆるの花、家にですね垣根があるんだということなんですけれども、その垣根に鵜の花が咲いているようなんですね。で、あたかもこの咲いている鵜の花が春と夏を分けている垣根のように、垣根のどっちが春か夏か知らないですけれども、垣根のように春と夏を分けているようだっていうことを歌っているお歌になります。まあだいぶ暑くなってきているので季節がちょっと遅かったかなというような感じもするんですけれども、まあちょうどですね春から初夏に入っていく時期だったものですから、こちらを選ばさせていただきました。我が宿の垣根や春を隔つらん、夏木にけりと見ゆるの花、源下の郷、十位和歌集からです。ということで、はい、46番さんの鵜の花毎日食べますよってことでね、鵜の花っていうとおからの食べ物のあっちをね思い浮かべますよね。はいまあ鵜の花っていうと実はうつぎのお花のことなんですかね、鵜の花って。そうですね、すいません、はい、広告ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、ジブリさん何でしょうか。この後ろに写ってるお花と関係ないんですかね。はい、いや、この後ろの写ってるお花が鵜の花です。あ、はい、うつぎの花の鵜の花で今言われてるのはこれらしいんですけれども、もしかするとこの読まれた時代は鵜の花ってこれじゃなかったんじゃないかっていうようなことも実は言われていたりもするらしいんですね。まあ、なのでちょっとよくわかんないですが、まあ一応白い花です、鵜の花というのは。で、春頃咲く。ですね、ウィキの情報によると5月から7月とかそのくらいに咲くらしいんですけれども、まあちょうどその春から夏へ移り変わるときに咲くお花なんで、まあこのお歌が
読んでいるように、垣根に卯の花が咲いたら、ちょうどその垣根のように春と夏を隔てているかのようだっていうような趣があるということです。いいですね、うん、はい、ということで、私の今週のお歌は以上です。ということで、彦十郎さんですね、次お願いしたいと思います。はい、はい、はい、今日はですね、皇族の真位継承続き柄というテーマでお話をしたいと思います。はい、ですね、皇族といった場合には、天皇陛下ご自身のことは、皇族には入りませんので、皇室の方の中でも、天皇陛下以外の方々について、はい、お話しするということになります。はい、それでは、次の画面を。はい、はい、まずですね、真位と継承ということなんですが、はい、真位というのは、読んで字のごとく身分あるいは地位ですね、皇族の方々の身分あるいは地位のことを申しまして、この表の上の段に書いてあるものが、真位というふうになります。真位ですね、はい、真位ですね、皇后、太后、太后、皇太后、この方々は、継承が下の段なんですが、陛下という継承でお呼びすると。そして、皇太子殿下、皇太子妃殿下、皇太孫殿下、皇太孫妃殿下、親王殿下、親王妃殿下、内親王殿下、王殿下、王妃殿下、女王殿下というふうにですね、はい、皇后、太后、太后、皇太后以外の方々は、継承を殿下と申し上げると、はい、そうなんですね、はい、なっております。この太皇太后あるいは皇太后については、ご説明しなくても大体お分かりでしょうね。どうでしょう。はい、はい、太皇太后、太皇太后というのは皇太后のさらに、はい、先代ということになりますね。わかりました。はい。あ、でもどうですかね。聞いていらっしゃる方はどうでしょうか。あ、そうですか。はい。そうですね。はい、そうです。先代の皇后陛下であった方を皇太后陛下、はい、さらに先代ですと、太皇太后陛下というふうに申し上げますね。はい、つまり、天皇陛下が崩御された後に皇后陛下が、はい、先代、はい、先代のということになって皇太后、はい、太皇太后になるということですよね。はい、はい、そしてですね、男性の皇族のうちですね、はい、天皇の孫にあたる方までが、親王と。そして、ひ孫以降の方は、王というふうに申し上げます。うん、そして女性の皇族の場合は、はい、天皇の孫までが内親王、ひ孫からは女王と、はい、いうことになります。そして、親王のお妃が、親王妃、王のお妃が王妃と、はい、いうことになりますね。そして皇太子及び皇太孫というのは、その親王の中で、王子もしくは皇孫で、皇位継承権第一位の方を、皇太子または皇太孫と。はい、女王は間違いかというご質問がありましたが、女王という場合もあるんですが、現在は一般的には女王というふうに、はい、はい、発言して発音しておるかと思います。はい、というわけで、真位と継承についての話は
これで終わりまして次の画面に参ります。女王ですね。女王ですよ、はい、はい、次にこの続き柄ということなんですが、はい、あの皇族というものはですね、なぜ皇族かといえば歴代天皇からですね、まあ、直系貴族で、どういう位置にあるかということで、まあ、皇族としての、まあ位置が決まるということになりまして、まあ、歴代天皇といった場合には、神武天皇から金城陛下までの125代ということになるんですが、この歴代天皇の方々から、まあ、どのような続き柄であるかということが、まあ、その方が、皇族であることの、まあ、根拠といいますか、そういうことになるんですが、まあ、普通はあまりこういう2世、3世、4世というのは普通、通常は言わ、まあ、天皇ご自身を1世とすれば、はい、そのお子様は2世、はい、お孫様は3世、はい、その後4世、5世となるわけなんですが、まあ、2世、お子様のことを王子、あるいは王女と申し上げる。はい、3世になりますと、まあ、皇孫、皇孫女と申し上げると。まあ、4世、5世であれば、まあ、皇曹孫、皇玄孫。6世以降は、6世皇孫、7世皇孫というように、まあ、以下同じように何世皇孫または皇孫女というふうに申し上げるということになります、はい、そしてですね、お妃様の場合はその配偶者を、まあ、起点とするということなんですが、つまり、歴代天皇から何世の方のお妃であるというような方で、はい、続き柄を表現すると。なるほど。まあ、この続き柄についての原則というのは、この一番上に書いてますように、その方から男系直系孫族を遡った直近の歴代天皇を一世として見ると。男系直系孫族というと何のことかお分かりになりますでしょうかね。男系直系孫族、コメントの方でも構わないんですが、まあ、要するに父方ですね、はい、父親、そして父方の祖父というふうに、はい、遡るのが、まあ、男系直系孫族というわけなんですが、はい、そのように遡って最初に行き当たる歴代天皇を一世として数えると。なるほど。ということなので、まあ、例えばですね、今で言いましたら秋篠宮殿下、はい、いらっしゃいますが、この方は、まあ、金城陛下の2世でいらっしゃると。ですから、まあ、王子ということになります、はい、そしてですね、友人親王殿下という方がいらっしゃるんですが、はい、ヒゲの殿下ということで、はいはいはい、この方の場合はですね、お父様が三笠宮殿下でいらっしゃると、はい、音声が少し割れてますということですが、大丈夫ですかね。ちょっと待ってくださいね。こんなんでどうでしょうか。あれ関係ない。どうでしょうか。まあはい、お願いします。はい、友人親王殿下の場合は、はい、お父様が、まあ、三笠宮殿下で、そのお父様が、まあ、大正天皇ということになりますので、大正天皇が、まあ、大正天皇を一世として数えるわけですね。はい。そうすると大正天皇三世皇孫友人親王殿下と。いうふうに申し上げるわけです。なるほど。よろしいでしょうか。
つまり、はい、すごい平たく言うと、はい、天皇陛下ではない方から遡って、はい、ご本人からですね、皇族ご、はい、皇族のご本人から遡って、はい、何代か前の天皇に当たったら、はい、そこから数えていけばよい。そうですね、男系直系尊族、はい、まあ、父方父方父方をたどって、まあ、行き当たったところから数えると。なるほど、いうことなんですが、お父さん、おじいちゃん、ひいおじいちゃんって感じですか。はい、そうですね、父方の。なるほど、はい。というわけでですね、そのあたりちょっと実例で、見ていきたいと思うんですが、次の画面になるんですが、はい、わかりました。はい、こちらはですね、北白川宮長久王殿下という方になるんですが、はい、まあ、この方は御伏見天皇二十一世皇孫長久王と申し上げるわけなんですが、はい、あ、三名様いらっしゃいませ。はい、はい、いらっしゃいませ。北白川の宮家というのは伏見の宮家から出ておりまして、はい、この伏見の宮家の伏見の宮家をずっと遡っていって、最初に行き当たる歴代天皇が御伏見天皇という方になるんです。これはよく一般的には北朝の始皇天皇から伏見の宮家は出ているというふうに、はい、言われることがあるかと思うんですが、先ほどの図のところでですね、歴代天皇を一世とするというふうに書いてあったと思うんですが、はい、現在の皇統譜では北朝の天皇方は、歴代には入っていないわけですね、125代のうちには。ですから始皇天皇から始まるのではなく、はい、その前が、同じく北朝の光厳天皇、そしてその父上が、まあ、御伏見天皇、この方も歴代天皇なんですが、ここから数えて、21世にあたると。そして21世皇孫長久王と。この言い方はですね、どこに書いてあるかといえば、まあお墓ですね、お墓などに、まあ、表記する場合はこういう御伏見天皇21世皇孫長久王というような言い方を、申し上げ方をするということです。はあ、そしてですね、この長久王殿下なんですが、はい、まあ、父方をたどれば御伏見天皇、歴代天皇に至るまで21世、はい、になるんですが、この方のお母様は明治天皇の皇女でいらっしゃったわけなんです。つまり母方をたどれば明治天皇のお孫さんにあたるわけなんです。なるほど。しかしそこで、まあ、母方をたどって明治天皇の孫というふうには言わずに、はいはい、男系直系尊族を遡るという先ほどの原則に従ってですね、まあ、御伏見天皇まで遡った上で、この方の皇族としての続き柄が定まっていると。なるほど、いうことなんです。そして次の画面がですね、そのこの方のお母様なんですが、はい、こちらは房子内親王殿下という方で、この方は明治天皇の皇女でいらっしゃって、北白川宮成久王という方のお妃になられて、そして先ほどの長久王殿下を、まあ、お産みになった方になるんですが、この方をどう皇族として、まあ、どう続き柄を表記するかといえば、明治天皇皇女ではなくて、はい、御伏見天皇二十世皇孫成久王妃房子内親王と、このように申し上げるわけなんですね。もちろんご結婚されるまでは、はい、明治天皇皇女というのが公式な続き柄になるんですが、はい、あ、はい、ご結婚された時点で、まあ、先ほど皇妃の場合は
配偶者から配偶者を起点とするというのが、あのさっきの表の下に正し書きがあったかと思うんですが、その原則に従って、夫である成久を起点に、はい、伏見天皇に十世公孫成久を非不作内親王というふうに申し上げるわけなんですね。そのあたりですね、実際に何か書いたものがないかということでいろいろ探したんですが、はいはい、私のハードディスクの中で見つかったのが唯一次の画面になるんですが、次お願いしたいんですが、これはですね、奈良時代の長屋王という方、はいはい、先の吉備内親王という方のお墓の前に立っている宮内庁が建てた正札なんですが、一気に奈良時代まで遡ってしまったんですが、そうですね、長屋王の変ということで今、はい、いただきましたが、まあ、有名な、はい、日本史で習いますね。はい、この吉備内親王という方は、まあ、ご自身は草壁の巫女という方の姫でいらっしゃるので、まあ、内親王というふうについてるんですが、続き柄を書く場合にはですね、その横に書いてあるようにですね、天武天皇公孫長屋王妃吉備内親王墓というこういう表記をするわけなんですね。長屋王という方は、まあ、天武天皇の王子の武市の皇子という方の子にあたられるんですが、この長屋王の母親もですね、実は天智天皇の姫になられるので、まあ、母方を言えば天智天皇の孫なんですが、当然父方を言うという原則がありますので、天武天皇公孫長屋王と申し上げると、そしてその妃である吉備内親王ということです。なるほど。ということでですね、はい、これなかなかピンとこない部分もあるかと思うんですが、要するにですね、皇族というのは、まあ、天皇の次族というような字を書くようにですね、はい、天皇から見てですね、まあ、どのような続き柄にあるかということが、その方が皇族であることの根拠になりますので、それをまあこのようにですね、例えばお墓の前の正札などには書いてあるということになります。うん、というわけで、今日の私のお話は以上でございます。ありがとうございます。質問してもいいでしょうか。はいはい、どうぞ。先ほどちょっと見返してもいいですか。先ほどの伏見天皇21世公孫というふうに書いてあるんですけれども、はい、この21世って非常に、はい、例えば21世って非常に大きな数に感じるんですけれども、はい、今はって、はい、そういうことはもうない買ったですよねっていう、そういうことと申されますと、このくらいの数字で申し上げますところに皇族の方がいらっしゃるかどうかということです。現在の皇族ですか。はい、はい、現在の皇族はいらっしゃらないですね。はい、終戦後にはこういった北白川の宮家であるとか、はい、伏見の宮家の三宅の方々は皆皇籍離脱をまあ強いられてしまったということで、はい、当時の昭和天皇の弟宮方、はい、および昭和天皇のお子様方のみが皇族として残ったということになりますので、現在こういった方々はまあ皇族の地位にはいらっしゃらないということになりますね。戦後大変ご苦労なさったとお伺いしておりますね。今までいただいてた、はい、皇族に支給されるお金というのがなくなり、ね、またいろいろな特権もすべてなくなってしまい、はい、突然一平民という立場におなり遊ばされまして、はい、
言葉に言えぬ苦難の道を歩まれたそうでございます、うん、はい、もう本当に何ですかね、例えばいとこ様、那須本宮いとこ様なんかは戦後、はいはい、ご自身のお家で学習塾のようなことをなさいまして、うん、一般の方にですねお習字などお教えになって生計を立てになったことすら終わりになったそうですね、うん、はい、そうですね、その今までね何かをしようとすれば全ての人が貸し付き、はい、お食事を使ってくださり、うん、お洋服でさえ皆さんに着せてくださったという生活からですね、うん、自分のうちのものを売って、まあ、お洋服をこしらえ自分で糧を得なくてはいけないっていうその急落ですね、もう大変なご心痛だったのではと計り知れないものがありますね、はい、今はいはい、コメントの方で武田恒康さんはこの言い方で言うと、はい、どうなるのかということなんですが、武田恒康さんは23世ですかね、ご伏見天皇23世ということになるかと、いや7世までじゃないですよ、181番さん一応ここには7世までと書いてますが、はい、これ以後も続くということです、はい、先ほどの21世というふうに続くということですよね、はい、はい、武田恒康さんは、ご不審天皇23世ということになるかと、23世になられるんですか、明治天皇の、はい、それは母方ですよね、母方なんですか、現存っていうふうに高現存と現存ということはまた違うということなんですね、そうですね、なるほど、難しいわかりました、理解しました、母方と言いますか、はい、おじいさんですかね、おじいさん、はい、おじいさんのお妃が、まあ、明治天皇の内親王であられたので、はい、という方になりますね、分かりました、ありがとうございます、はい、まあ、今戦後、まあ、こういったことになっているわけですから、かなりこの数要は南西というものが小さくなってきて、皇室自体も皇族自体の数自体もかなり少ないような現状にあると思うんですけれども、うん、はい、そうですね、今皇族でいらっしゃるのは何世までというご質問が186番さんからありましたが、はい、ですね、智仁親王殿下のお子様方および高円宮家のお子様方がですね、はいはい、4世ですかね、大正天皇の4世に当たられますかね、はい、この方々が何世かということで、まあ、今いらっしゃる皇族の中で一番数字が大きい方になりますかね、そしたら、まあそのような感じでよろしいでしょうかね、はい、まだ質問とかあればあれですけれども、ですかね、あ、そうですね、195番さんが言って、いただいている通りですね、はい、はい、私の方からは以上、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、そしてですね、実は一番最初にご紹介しようと思ってて忘れていたことがあったんですけれども、ちょっとここで一瞬だけ紹介させていただいて、説明等は後に譲りたいなと思っていることなんですが、実は今日、21日の土曜日ですよね、今
実は東京で帝都奪還計画というのを前日本でですね、まあ、ポスティングとかチラシ配りとかだというふうに伺っているんですけれども、今日の朝10時半から荒川区議の小坂英二先生の活動報告書および毎日本の情報誌4万セットを配布するという帝都奪還計画というのを実は実行なさったそうです、うん、私首都圏ではないのでちょっとよく詳しいことは、存じ上げないんですけれども、これについてはまた後でですね、ジブリさんの方からまた別の話と合わせて、ご紹介いただきたいと思いますので、うん、一番最初にご紹介しようと思っていたんですけれども、ちょっと忘れてしまいまして今ここで挟まさせていただきました。はい、はい、で、次はですね私また、移りたいんですけれども、はい、次はですね、崇神天皇の祭神の御事のりという、御事のりから、日本がまあですね何年前だったか忘れてしまったんですけれども、自民党の森なんとかっていう先生がいらっしゃいますけれども、その方がですね、日本は神の国だって言って一度問題になったことがありましたね。はいはいはい、はい、まあそんなことをですね、まあそういうふうにも書かれているんですけれども、実際のところどうなんだろうというのをこの崇神天皇の祭神の御事のりからちょっと見てみたいかなと、まあ、ご紹介していただきたい、ご紹介したいかなと思いますのでよろしくお願いします、はい、で崇神天皇、これ、以前彦十郎さんから伺った教えていただいた勉強させていただいたお話からいくと、これ寒風四号ですよね。あ、そうですね、はい、そうですよね。いやちょっと あれからまたちょっとなるほどと思いながらいろいろと見ているんですけれども、うん、寒風四号ですね。では、まず崇神天皇とはということでちょっと、紹介していきたいと思います、今申し上げました通り崇神天皇というのは、寒風四号なんですけれども、まあ、これを和風四号と言っていいのかわからないというふうにも、うん、まあ、以前彦十郎さんも彦十郎先生も、うん、おっしゃっていただいて、ね、はい、おっしゃってたんですけれども、まあ、一般的にはこれを 和風四号ということでいいかと思います、はい、実際のお名前がもしかしたら入ってるかもしれないということなんですよね。そうですね、はい、はい、まあ、まあ、和風四号とするところに、三巻入り彦稲荷のすめら御事で、また、初国しらすすめら御事とも称されるというふうに、日本書紀なんかには書いてあります。で、初国しらすというふうに、しらすというのは天皇が統治するという時にしらすという言葉を使うんですけれども、またこれについてはまた今度ですね、いつか、しらすという言葉については勉強したいなとは思っているんですが、しらすというのは天皇が統治するという時に使う言葉です。で、初国しらすなので、まあ、日本を一番最初に平定した天皇というふうにも読めるというふうに解釈されておりまして、まあ、かなり重要な天皇様だったのではないかと言われているそうです。で、ここにあります通り第10代天皇ということで、在位は西暦で紀元前97年から紀元前の68年、これは当然西暦ですけれども西暦でその年に在位されていたと。で、陵墓はこれなんて読むんですかね山の辺の道の曲がりの丘の榎並ささぎですね。ありがとうございます。山の辺の道の曲がり丘の曲がりの丘の榎並ささぎ、ありがとうございます、奈良県天理市ということで、私は行ったことあるんですけれどもということになっています、うん、はい。ではですね、この崇神天皇祭神の御事のりを、読みたいんですけれども、まず、
どういった時に出されたのかというのをちょっと、紹介したいんですけれども、崇神天皇、この祭神の御事の礼は崇神天皇7年に出されたものです。でこの7年という年がどういう時だったかというと、実は5年、崇神天皇5年、この時に、疫病が流行ったらしいですね。で崇神天皇6年の時に、なんか民がどっかにバラバラに行ってしまうという事態が起きたらしいです。うん、はい、ですね、ですね、右翼ではないんですよね、コメントに反応したんですけれども、うん、ちょっと、古事記、古事記じゃないや、日本書紀の該当するところをちょっと読まさせていただきたいんですけれども、5年に国のうちに、疫病を多くして大御霊からまかれるものありて半ばに過ぎなんとす、これを読む、簡単に訳すと疫病が流行って国民が半分死んでしまったみたいなことが書いてありますね。で6年に大御霊からさすらえぬあるいは背くものあり、その勢い身美し病をもって治むことかたしとあります。ですね、なんか国民がバラバラに散っていって、さらにその皇室に背くものがあると。で皇室の身美し病、まあ、教えをもってしてもこれをこう収集することが難しいと書いてありますね。でそんな中に7年に出された御事の礼を読みたいと思います。はい、昔我が高祖大いに高貴を開き、その後清涼いよいよ高く欧風うたた盛んなり、思わざりき今鎮が世にあたりてしばしば災害あらんとは、おそらくは朝に前世なく都がを天つかみ組つかみに取るか、なんぞ新規に占いてもって災いをいたせることのよしを極めざる。はい、というのが、ですね、日本書紀崇神天皇の7年のところに書いてあります。なかなかギャル語でですね訳すのは難しいんですけれども、うん、はい、まあ分かりますよね。はい、昔我が高祖大いに高貴を開き、その後清涼いよいよ高く欧風たたさ盛んなりというのは以前の話をしてるわけですよね。昔から続いてずっと良かったけど、今陳が高位について、まあ、5年6年といったね災害があったというのは、おそらく、まあ、良い祭り事がなくて、それを神様たちがお咎めしているんではないか、だからこそ神様に占ってなんでそういうふうな災いが起きているのかというのを確かめたいと思うという大体の意味です。で、ここで感じていただきたいの、いただきたいなということが、なんぞ新規に占いてもって災いをいたせることのよしを極めざるということで、つまり神様に占ってどうしてそうなっているのかというのを確かめるということなんですね。でまたこの災害が起きているということに対しては、天つかみ国つかみに咎められているというふうにも書いてあります。で、崇神天皇の御事の礼は、まあ、これでおしまいなんですけれども、神徳天皇の金毘未抄っていう本があります。金毘未抄というですね、神徳天皇の書かれた、まあ、夕食古実でしたっけ、夕食古実ですか、はい、壺なんですかね、これは
に当たるのかな、違いますか、何でしょう、この金ピミ賞、金ピ賞って、あ、はいはい、そうです、そうですよね、はい、はい、失礼しました、はい、この中に、一番最初の方にですね、およそ近中の作法は神事を先にして他事を後にす、丹波軽心の栄慮けいたなし、あ、失礼しました、けたいなし、あからさまにも神宮並び内しどころの方をもって、宮戸となしたまわずっていう風に書いてあります。でこれの意味は、近中というのは皇居の中のお話ですから、神事を第一にしてその他のことは後にしますするという風に書いてあって、朝も夕も敬神の心を持って怠らない、で神宮あと内しところの方に足を向けないっていうことが書いてあります。はい、で、何につながるかという申し上げますと、この国っていうのがやっぱりこの再生一致というところに実はつながっていたんだなというのを感じていただきたいなということなんですね。はい、はい、まあ、最後になんですけれども、北畠親房の人狼小陶器に有名な一番最初の文ですけれども、大大和は神の国なり、天津美代や初めて元井を開き、火の神長く唐を伝えたまう、我が国のみこのことあり、伊調にはその類なし、このゆえに神国神の国というなり、というふうにですね、神農書陶器の一番最初に冒頭にこのように書いてありますけれども、うん、はい、こういったことはまあね、再生一致とか言うと、まあ、変なふうに思ったりだとか、日本は神の国だと言って変な風に思われたりっていうこともあるんですけれども、まあ、ちょっと逆説的な言い方を説明をしているんですけれども、崇神天皇の例えば今日ご紹介した御事の理、あと順徳天皇の金比章とか、そういったところを見ていくと、皇室と神様というののつながり、そして皇室と日本というののつながりというのが非常に分かってきて、日本とはこういう国だったんだなということが認識できると思います。はい、はい、ということで、私の崇神天皇祭神の御事の理から始めたお話はこれで終わりです。ちょっとすいません、はい、先ほどちょっと訂正があるんですが、はい、訂正、はい、武田恒康さんのお話の時にですね、はい、武田恒康さんのおじいさんのお妃が、はい、明治天皇の内親王だったと申し上げたんですが、正しくはひいおじいさんの、ひいおじいさんのお妃が、明治天皇の内親王だったと、はい、そうすると、まあ、明治天皇のやしゃごになりますよね、なります、そうですね、はい、ということで、はい、訂正でした、すいません、ありがとうございます。はい、今武田先生のお話が出ていたので、武田先生のお話が実はあるので続きますね。実は、私今新潟に住んでおりますが、武田先生、武田研究会というのを催されていらっしゃいますね。全国10カ所くらいで武田研究会というのを、はい、催されているようです。それがですね、新潟でも開催されますということです。ついに、はい、ついにと言ってもですね、他の武田研究会のように月1回とかではできないので、残念ながら今回とりあえず開催ということで、で年内にもう一度あるかもしれないということです。ほう、武田研究会 in 新潟開催のご案内ということで、紹介させていただきたいんですけれども、演題としては、古事記から学ぶ日本の未来という演題だそうですね。開催場所はバンダイシルバーホテルで、日時6月11日
11日の土曜日の1時からなんですけれども、参加費がなんと2000円で、学生だと1000円だということで、非常に、まあ、お求めやすい値段かなと思います。うん、はい。で、今ここに来てくださっている方に新潟の方がいるのかいないのかわかんないんですけれども、もし参加したいという方、6月の11日の土曜日、お時間空いてるっていう方は、私のところにですね、メッセージをください。富山だとちょっと遠いかもしれないですね。一応先着120名ということになっておりますので、まあ、当日行って空いていれば普通にお金をお支払いいただいて入れると思うんですけれども、予約しておいた方が確実かと思いますので、で、私の方にご連絡いただけたら事務局の方におつなぎしますので、ここにね、聞いている人に新潟の人がいるのかいないのか分かんないですけれども、まあ、近くに新潟の人とかいる、もしくはご自身が新潟近いっていう方は、ぜひね、お誘い合わせの上来ていただけたらいいかなと思います。はい、はい。ということで、紹介がですね、以上でした。はい。この武田研究会はですね、はい、関西だと京都と大阪と神戸と3つあるんですよ。はい、おそれ大体月1なんで、はい、まあ、行こうと思えば月3回行けるということなんですよ。おうおうおお。あ、確か武田研究会入っておくと他のところも出ていいんですよね。はい、あ、違います。そうですよね。はい、そうだと思います。はい、すごいですね、関西ね。え、京都大阪、はい、神戸であるんですか。あるんです。はい、ヒトピッチさんが書いていただいてますが、はい、大阪天満宮で、はい、おととい、昨日ですか、はい、ありましたね。へえ、はい、なんか格差を感じますね。まあ、この度晴れて新潟でもということで、はい、そうですね。ただ武田先生非常にお忙しい中ということで、お忙しいですね。はい、なので1ヶ月毎月はちょっと無理だということだったんで、とりあえず6月に一度催しして、でその時の人数の入り方とかを見て、また12月にやるかもしれないということです。はい、まあ、なので準勉強会、準研究会みたいな形になるというふうに伺っているんですけれども、はい、はい、まあ、なので、非常に、ね、この辺は多分新潟近辺はやっていないと思いますので、うん、ぜひぜひ来てくださいとか言いながら、ちょっと私はちょっと用事があるんで、あ、そうなんですか。参加できないかもしれない。ちょっと今のところ日程が被っててちょっと無理かなっていう感じなんですけれども、うん、はい。なので、まあ、私のところに、ぜひ、私のですね、毎日本のメッセージところにでも、ぜひ、来たいということ、もしくは新潟コミュニティにもトピックを立ててあるので、そちらに書き込んでいただけたらと思いますので、あ、はい、すいません、391番さんですね、毎日本にトピック立っております。新潟県コミュに、イベントトピックを立ててありますので、そちらに書き込んでいただけたら、事務局の方とおつなぎしますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、私おります。はい、すいません、ちょっとおとなしかったですね。ジュさん、そろそろ大丈夫ですか。はい、 OK です。じゃあちょっと待ってください。あ、これですか、このファイルですか。最初はですね、はい、帝都奪還計画をお出しいただいてよろしいですか。ジュビさん、すいません、今、はい、あれしたの PDF なんですけれども、プレゼンってないですか。 PDF、はい、一番最初のテント奪還、あ、はい、今出しました。はい、最後の PDF
かりました。はい、ですね、これは本日ですね、前日本の方で管理人さんの主催で、テッド奪還計画というのを行いました。そして、有志の方皆さんで、ポスティングをやってくださいました。ありがとうございました。で、その内容なのですが、前日本では現在の日本の状況を打開するためにテッド奪還計画を計画しております。東京の住宅密集地を選定し、集中的にポスティングをすることで、その地域の人たちを反日の存在に気づかせ、自律的な活動拠点を作るということで、本日21日は10時半からですね、荒川区議小坂先生の活動報告書および毎日本情報誌を配布いたしました。はい、テッド奪還というのはどういうことかと言いますとですね、まずですね、中国というのが、どのようなことをしているかというのをざっとお話ししようと思います。はい、中国はですね、チベットに対しての大変な虐殺をしたというのは皆さんご存知だと思います。で、今ですね、今日本においてもですね、孔子学園というのを急速に展開しております。孔子学園というのは何かというと、中国政府のプロパガンダなんですね。つまり中国を偉い、中国をやってることは素晴らしいというようなことを宣伝するための学校です。その孔子学園プロジェクトというのがですね、今世界65カ国240カ所に設立されております。この3年間のあまりの間に世界のどこかに毎月5、6校の孔子学園が設立されています。日本で今開設されているところというのは、有名どころでは桜美林大学、立命館、早稲田、工学院などですね。そこでどんどん、中国の宣伝するための、中国のための孔子学園というのが、どん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 開校されています。で、これは何をやるかと言いますとですね、中国の政府の考えを広めるために、北京から教授が送り込まれ、中国人のために日本を洗脳するための、教室ということであります。で、これは中国の世界戦略の一環ですね。ところが、それを謳うと非常に抵抗があるので、中国文化や語学を広めると表向きにはなっておりますね。はい。で、今ですね、日本にはですね、在日中国人っていうのは60万人もいるってご存知ですかね。はい、実はもう60万人もいるんですね。それで、日本の在日外国人の中で最高の増加率になっております。で、彼らはですね、学術、経済、文化などの日本の各分野で活躍しています。大学教授、准教授、専任講師の数は1000人を超えています。つまり日本の、言葉ですね、言葉や世論や、いろんなものの、リーダーシップを取って、導く、そのような位置にいるということなんです。これは非常に恐ろしいことです。で、さらにですね、さらに福田首相がですね、留学生30万人計画というのを計画し、そして民主党はさらに1000万人の移民受け入れ構想、そして沖縄に外国人3000万人ステイ構想というのを打ち出しております。つまり沖縄を在日中国人で乗っ取って、中国の州の一つにしてしまえという構想です。そして本土に1000万人の中国人を送り込もうということを民主党は今着々とやっております。中国人というのは日本人と違って軍事教育を全員受けております。そして法律で中国政府が戦争を起こす、ひとたび号令を下すと、その軍事教育を受けた中国人は日本人を殺す技能を身につけています。これがどれだけ恐ろしいことかっていうのを、私たちっていうのは知らなければいけない時期に来ているのではないかと思っております。こんな恐ろしいことがみんなが知らない間に着々と進められている、これが現実なんですね。はい。で、中国はチベットにおいて何をやったかって言いますと、8万人以上のチベット人を虐殺しました。
で、平和なチベットを地獄に陥れ、そしてチベットの主権を奪い取ってしまいました。これはもう本当近年に行ったことです。そしてチベットにおける貴重な仏像は全部、崩され、叩き壊されました。で、経典は全部トイレットペーパーにされました。僧院は栄光され虐殺されました。首を切り落とされたり、大変なひどい虐殺的なことをしたそうでございます。これが日本に起こらないとは限りません。同じことを中国はチベットにやり、日本にやらないとは言えません。日本に1000万の中国人が来たとき、日本の未来はどうなるかを考えたとき、今日本というのは本当に大変な危機に直面しているっていうことなんです。それで私たちはその日本を守るために何をしたらいいかということで、少しでも日本を守るためにテト奪還計画というのを企画したということでございます。で、今中国や在日韓国が考えていること、日本における悪巧みですね、このようなことを一人でも多くの人に気づいてほしい、分かってほしいということで、今中国人が何をやっているかということを、チラシに書いてポスティングをするというようなことをやっております。それが、テト奪還計画ということですね。はい、まずは荒川区、その後東京23区、東京全域、関東全域、日本全域に、ポスティングをさせていただき、陰で私たちが気づかない間に中国というのはどういうことをしているのかっていうのを皆さんに気づいていただきたいということなんです。はい、で、背景ですね、前日本の目的は日本を壊そうとする人々、外国勢力と連携し、既得権益を維持するあまりに日本の国益を損ねる人々、はっきり言ってしまえば民主党の議員のような人々ですね、がいることをできるだけ多くの日本人に伝えることである。開設から1年半を経て、会員数こそ5万人近くになりましたが、まだまだ日本の政治を変えるため地域に根ざした活動を強化することが求められますと、そういうことでございます。はい、このようないろいろな活動を通じ、日本を守りたいというようなことをやっております。はい、で、中国というのがいかに残虐で恐ろしいかということを一日も早くたくさんの皆さんに知っていただき、そして学んでいただきたいと思っております。はい、で、それに対してですね、我が国の政治家が何もしてないかというと、そうでもないんですね。プレゼンの PDF1 枚出していただいていいですか。プレゼンですか、 PDF の方ですか。 PDF、 はい、ちょっと待ってくださいね。はい、これはですね、去年の10月にですね、北沢防衛大臣が、ニュースに答えて話したことなのですが、ASEAN の、会議に出席し、集まったベトナムやインドネシアなど5カ国の国防省と会談した際、日本は ASEAN 諸国と連携し中国の進出に対処すべきであるとの意向を示しております。で、自民党の安倍晋三氏と麻生太郎氏が政権を担当していた時にも中国を包囲するための外交戦略を展開していました。実は皆さんご存じないと思いますが、で、どうやって日本を守るかということを真剣に考える、議員さんもおられるんですね。それで中国に対して対抗するためにもうアジア圏と日本で共同で、包囲網を築こうというようなことを、考えておりました。これが今、出ている、外交の日本外交の新基軸っていう PDF が出てますが、これなんですね。で、麻生さんはどのようなことを考えていたかというとですね、自由と繁栄の子という、持論を構想を立てております。これは何かと言いますとですね、中国以外の ASEAN 諸国、カンボジア、ラオス、中央アジア諸国、カザフタン、キルギス、コーカサス地方、グルジア、ウクライナ、あとバルト三国、東欧、エストニア、
リトアニア、それからポーランド、ハンガリー、チェコスロバキア、中東、アフガニスタン、イラク、南アジア、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタンなど、これらの ASEAN 諸国と日本と組んで、政治経済の理念を統一することによって、まあ、中国世界侵略を、如実に進めようとしている中国に対抗しようという政策です。はい、外交の幅を広げ世界秩序の安定化、そしてさらに日米同盟の基盤強化、そして、ヨーロッパでない国ですねとの、独自の連携教育をし中国包囲網を築こうということですね。先ほど読み上げた国というのはですね、対日感情がないので非常に連携しやすいということがあります。で、新しいビジョンの形成によりって日本人としての誇りを取り戻そうというものです。で、これについてあくまでも日米同盟を基軸の上にユーラシアと日本の、政策を共同し安定化に結びつけようということですね。これが実施されれば中国の世界侵略を阻むことも不可能ではありません。反対に言えば中国が孤立し世界と対立するという構想に導くこともできます。で、またこの ASEAN だけではなく EU や NATO、トルコ、ポーランドなどもパートナーに巻き込むことにより世界から中国を孤立させるということが可能になってまいります。はい、このようなメッセージを実は麻生さん、安倍さんの時代にですね世界に発信していたんですね。日本のマスメディアというのは、このようなことを絶対ボイコットして報道しません。だから誰も知らなかった方が多いと思うのですが、はい、実は外交戦略基本外交としてこのようなことをやっておりました。私も今月末麻生さんの、政治懇親個人的なですね、懇親会がありまして、末席ながら参加させていただくことになっておりまして、さらに今現在のこの構想はどうなっているのかお伺いさせていただけたらありがたいなと思っております。はい、なので、まあ、一方的に中国だけに勝手気ままにやらせてはたまるものかという、まあ、非常に良心的な政治家の方というのも、まあいらっしゃいますということですね。で、どのように対抗するのかっていうと我が国一国だけで対抗するのではありませんよと、同じように中国に侵略され苦しんでいるアジア諸国とともに手を携え共同で政策を作り、そしてそこにオーストラリアや、まあ、西欧諸国を巻き込むことにより世界戦略として中国を孤立させようというそのような構想を練り着々と、まあ、外務省を巻き込み、やっていたのが実を言うと麻生政権だったんですね。はい、ところが今民主党政権になりその麻生政権の外務省方針は全て潰されてしまっております。で、今度懇親会に行った時ですね、今現状どのようなことになっているのか、これからどのような展開になるのか、そのようなことが、まあ詳細にお伺いさせていただけたら幸いかなと思って、うん、メモを持って行ってまいる所存でございます。はい、またその時の様子なんかもご報告いただけるんでしょうか。じゃあちゃんと、はい、はい、インタビューできるかどうかわかんないんで末席なので、とりあえず雰囲気だけでもメモってまいります。はい、お願いします。はい、あとですね、はい、まあ、中国に侵略されている国というのはですね、この他に有名どころではベトナムがあります。はい、ベトナムはですね、例えばどのように中国に対抗しているかといいますとですね、まず、ロシアとの結びつきを強めています。ロシアは実を言いますと中国の間に領土問題というのを抱えており、戦争をしたこともある国です。共産党同士で仲いい
と勘違いしそうな感じなんですが、そのロシアとベトナムは軍事協定を結び、潜水艦とか基地のために、場所を提供しています。で、これから来るであろう中国の軍事攻撃に備えるためロシアの軍事基地をベトナムに設けています。さらにベトナムはこれでも足りないと考え、アメリカと強い結びつきを作っております。実を言いますと、皆さんご存知のようにベトナムというのはアメリカと戦争をしましたよね、うん、なのでアメリカに対するアレルギーというのを持っている国です。しかしそれでも中国と戦うために、アメリカを受け入れ軍事基地を提供しようとしています。これが世界の流れなのです。ところが日本の社民党ですかとか、共産党とかはアメリカを排除し、沖縄から軍事基地を取り除き、そして中国に侵略しやすいような、そんな世論を形成しようとしています。実を言いますとこれは非常に恐ろしいことで、世界的な流れに反対になっているということなんです。私の考えを申し上げますと、むしろアメリカとの軍事協定を今より一層強くし、そして防衛基地として、日本を守るための軍事基地として重要な戦略を展開していかなくてはならない、そういう時に来ているのではないかと思います。また同じようにフィリピンもですね、中国との間に領土問題を抱えています。中国の圧力を受けているアジア諸国というのは実を言いますと非常に多いんです。で、その国々というのは今何をしているかと言いますとですね、アジア諸国全体で団結を強めて中国に対抗しようとしているんです。それだけではないです。アセアン諸国というのはアメリカと、結合を強めようとしています。ですのでアメリカと同盟し、アメリカの力を使って中国の圧力に対抗しようとしております。しかし肝心なアメリカなんですが、アメリカの国債ですねも、一番買っているのが実は中国なんですね。で、中国にその国債を売られてしまうと大変なことになるので、経済的に板挟みになっているという状況があります。いずれにしても今中国の膨張政策、世界侵略というのが世界情勢を大きく変えようとしている、世界に対し大変な影響を持っているということが事実です。で、膨張政策は経済だけではなく軍事力も、莫大な膨張に進んでいます。で、一番大事なことはですね、日本を含むアジア諸国が中国に対抗するため、共同で、戦略を練り防衛政策というのを考えるということなのではないかと思っています。ちなみに今現在アジア諸国というのはアメリカ、ロシア両国に軍事基地を提供し、アメリカ、ロシア、アジア諸国全体で中国包囲網を作りつつあるというのが今のアジア情勢です。これが大まかな今の世界情勢、世界の流れなんです。ところがたった一つ無敵な国があります。どことは言いませんが日本という国ですね、はい。沖縄からアメリカの米軍基地を追い出し、中国の留学生を増やし、ですかね、在日保護法案を出し、そして、生活保護を出し、中国人の留学生に月20万高を上げて生活を保護し、どんどん受け入れようというわけわからないの天気なことをしているのはおそらく世界中で日本だけではないかと思われます。今世界情勢を見ると世界中で中国を排除し、そしてアメリカ中国、アメリカと失礼いたしました、アメリカロシアと提携をして軍事基地を提供しようというのが世界の流れなんです。で、今日本というのがどれだけ大変でどれだけ恐ろしい位置にいるのかっていうことを少しでも多く日本人の人たちが気づき、そして中国を排除する方向に動かなければ、あっという間に日本は乗っ取られてしまいます。チベットの人々が8万人、言葉に言えないほど悲惨な状況で虐殺され殺された、そして最後に国を乗っ取られた、それが日本に起こらないとは言えません。おそらく中国に侵略されたその場で起こるのではないかと思われます。私たちは日本人として日本の血を守るために何をすべきなのか、
まずこの現状を知ることではないんでしょうか。ということで、前日本の管理人さんは、本日チラシを、配ってくださったんだと思います、うん、はい。で、世界情勢、世界の人々も気づいています。中国がどういう国であるのか、どれほど恐ろしい国であるのか。だからこそアメリカに軍事基地を提供し、共同してやりましょうということで、アジア各国、オセアン各国は今どん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 動いております。それと同調するかのように、麻生さん、安倍さんも、外交戦略として、共同で、開発しようという、そのようなことをやっておられたんですね。それが、麻生戦略の、自由と繁栄の子っていうものなんです。これは2006年11月末、日本国際問題研究セミナーにおいて、披露されたものなんですね、はい。これは今までの国連主義というものに加えて、外交をですね、自由と繁栄の子を入れて、外交政策の第4の柱とし、今まで欧米、アメリカ中心だった政策を展開し、アジアを大事に、アジアとオセアンを大事にし、政策を理念によって統一することによって、共同戦線を組み、中国を孤立させ、中国包囲網を作り、日本とアジア、世界を守ろうということだったんです。はい。日本の政治家もバカではないので、本当に大切なことをやっているっていうこともあります。はい、また暗殺された中川さんですね。これはアメリカのですね、2009年でしたっけ、経済が暴落した時にですね、日本の国から、経済支援を世界中にしたんですね。それによって暴落がかなり食い止められたという功績があったんですね。このような日本の政治家は世界に誇れる素晴らしい政策を展開し、実は陰ながら世界を守っているんですね。だけれども、日本のマスコミというのは報道しません。誰にも知らせることなく、終わってしまいました。そしてどうでもいいような麻生さんでは、漢字の読み間違いだとか、贅沢をしただとか、そのわけわからないことで、マスコミに潰されてしまい、自由と繁栄の子という世界を救うような素晴らしい政策が一切報道されず、闇に葬られてしまいました。この政策は絶対実行して、日本を守るべきだと思います。また今後の日本外交の元とすべき政策ではないかと私は思っております。はい、ありがとうございます。前日本の帝都奪還計画は、荒川区議の小坂先生が、名前が挙がっていらっしゃいますんで、なんかパチンコの反対とかもやっているんではないかなと、はい、思います。この小坂先生とおっしゃるのはですね、区議選の最中にですね、実を言うと福島の方の被災地の方のボランティアに行かれた方なんですね。本当に宮城でしたっけ。あ、宮城でしたか。はい、確か。本当に日本を思う素晴らしい先生だなと思います。そのような本当に日本のために思う政治家の先生というのもおられます。そのような先生を支援し、また日本を守るための活動をしているということですね、うん、はい。この帝都奪還計画はまだまだ続くんでしょうかね。はい、今後も、まず最初はアラバークですね、はい。その後、東京特別区に移動いたしますね。今出ているスライドなんかでは、荒川区19万人重点的攻略地域、10万戸って書いてありますね、はい。地域内で活動できる人を増やすということと、地域的にも広くしていくというのが目標なんですかね。そうですね、まず地域で連携し、
リアル活動していくことが重要だということですね。わかりました。まあ、参加できる方はですね、はい、ぜひ参加していただいて、マイ日本の帝都奪還計画を押し広げたらいいんじゃないかなと思います。はい、日本人も、日本人も、中国と対抗するためにですね、頑張らなければいけない時期に来ております。ぜひとも一緒に日本を変えていきましょう。可能な方はイベントへの参加をお待ちしております。はい、お願いします。お願いします。はい、ではですね、次最後でいいんですかね。はい、はい、最後にですね、前回歌をですね歌ったら、まあ、割と良かったかもしれないということなので、まあ唱歌を少し紹介して今日の放送終わりにしたいかなと思っております。はい、皆さんご存知ですかね。ご存知です。紀元節って歌はご存知ですかね。まあちょっと時期がだいぶずれてしまって申し訳ないんですけれども、はい。はい、唱歌って今コメントで書きますけど、出ないかな。まあ唱歌ですね。2月11日紀元節、建国記念日、もしくは、建国記念の日と呼ばれておりますけれども、毎日本この放送を聞いていらっしゃる方なんかは、まあ、よくご存知のこととは思いますが、神武天皇が即位された日だというふうに、で、日本の建国を記念する日だというふうになっております。で、実はこの紀元節という日に歌が用意されておりまして、ですね、実はこれは明治26年の官報に載っているらしいですね。おお、はい、官報にですね、国の出す官報にこの歌が載っているということだそうです。はい、はい、ではですね、歌詞の方を見ながらちょっと聞いてみてください。ではちょっと流します。流れかな。知ってますかね。これ今のが橿原プールで毎年2月11日に式典で歌ってますよ。そうですね、おそらく紀元節の何か催し事をしているような団体では歌っているんではないかなって思うんです。うん、はい、そうですね、はい、私も毎年大体歌ってますね。あ、文章が非常に美しいですね。はい、
まあ今歌詞を出しておりますのでね、見ていただけたらどういったことを歌ってるのかっていうのが分かると思うんですけれども、本当にこの国の始まりをお祝いする歌としてふさわしい歌詞が載っているかなと思います。そろそろ締めに入りたいんですが、はい、今日の感想何かありますか？そうですね、どうですか？麻生さんの自由と繁栄の子っていうのは、はい、あれですよね、地政学の、まあ、ハートランドをリブランドが包囲してっていうのと同じですよね。はい、うん、そのあたりね、さすがだなと思いますね。はい、まあ、今後は近隣アジア諸国の重視という外交政策に向けて、プラスアルファとして、まあ、アジアの価値の、重さ、そして理念の統一というのことを、プラスアルファで表明しておられますね。はい、まあ、日本一国だけで戦うのではなく、アジアとともに世界各国とともに手を携え中国と戦いましょうと、そういうことを、構想しているものですね。外交戦略の基本政策としてこれが入れば非常に将来有効なのではないかと私は思っております。はい、私からはですね、まあ、彦十郎さんのお話なんかいつも聞きながら勉強させていただいて、かなり最近は本なんかも買うようになってますし、まあ、これからまた土曜日勉強していきたいかなと思っております。はい、ジブリさんは大丈夫ですかね？はい、はい、じゃあでは、はい、暑くなりますが皆さん、ね、水分をたくさんとって、これからもますます元気で頑張りましょう。今も暑いです、はい、はい、ということで、土曜日放送以上にしたいと思いますので、皆さんお聞きいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。また来週お願いします。また来週。はい、明日は新宿で凱旋もありますので。止まった。明日は新宿東南口で凱旋もありますよ。